皆さんこんばんは。こんばんは。はい、介護ラジオ2016年10月の13日、第22回目となりました。長くなりましたね、本当にね。はい、今日からはですね、時間をですね、はい、30分早いスタートで、はい、7時から8時までのお付き合いとなります。めっちゃゴールデンタイムですよね、これ。そうなんですよ。この時間って何のテレビがやってるんですかね、三田さん。いやいや、俺家にないのでわかんないですけどそうですね、この時間も一生懸命仕事をされている三田さんだそうです。いや、多分帰り、多分駅に着いたこともかもしれないですね。そっちか。はい、今日はですね、どういった会にしようかというと、足立区でですね、元気にいろんなことをされている人生の先輩方をお呼びしてですね、いろいろな知恵をお伺いできればと考えております。はい、とっても楽しみです。本当ですね。事前打ち合わせで3人の方とですね、お話しさせていただいたんですけれども、もう個性豊かで。なるほど。はい、もうじゃあ古賀さん次第ですね、じゃあね。その通りですね。はい、頑張ります。はい。はい、ということでですね、はい、あの元気な人生の先輩といえばですね、先日私、新現役交流会というものに行ってまいりました。はいはい、これどういったものかというと、はい、足立清和信用金庫さんと東京商工会議所、はいはい、かまずに言えますか、東京商工会議所。もちろんですよ、東京商工会議所。いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、のですね、あのタイアップ企画で、はい、あの今年が第8回目なんですけれども。そんなにやってるんですか。はい、新現役と言われるですね、はい、あの会社をですね、はい、もう定年された方、はい、辞めた方が、うん、その会社での、うん、あの経験であったり、はい、知識知恵をですね、中小企業のアドバイザーとして入っていただいて。あ、はい、なるほど。そこでですね、いろんな、展開をしていくというような企画でございます。でも本当になんか地域包括ケアシステムに、はい、もうどん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 世の中の流れがこう行ってるってことですよね。そうですね、でもやはり、うん、あのまだまだ60代、うん、70代お元気な方多いので、うん、はいはい、80代もしかりですね、うん、はい、で私の笑顔ケアのですね、今後どうしていきたいかであったりとか、はい、あとはですね、こんな困りごとどうしたらいいかというのをですね、はいはい、うん、事前の打ち合わせで、うん、足立清和信用金庫さんの担当の方にお話しさせていただいて、はい、実際にですね、6人の方と、はい、面談をさせていただきました。ちなみにおいくつぐらいの方。そうですね、下は58から上は80だったんです。随分差ありますけどもう80の方なんて本当にですね、経験豊かで。なるほど。はい、でもそれだけやっぱりこう前向きにいろんなところに、はい、あのおいでになるってことは、はい、やっぱりこう自分の力をもっともっと活かせるところがあるんじゃないかっていうふうに。ね、アクティブな方ですよね、うん、やっぱりね。そうですね、やはり皆さん、うんうん、目が輝いておりました。なるほど。でそこからですね、はい、あの2人の方を私の方で選ばせていただいて、ええ、今後ですね、二次面接を行った後に、ええ、1人選んで、その方とですね、あの事業をどうやって展開していくかをまた進めていくような流れとなります。なのでもしあの興味ある事業者の方、経営者の方に関しては、うん、このですね、新現役交流会というものを一度調べていただくとですね、面白いんじゃないかなと。コンサルタントみたいな。そうですね、コンサルタントでもあるし、ね、はい、一応その新現役交流会の方では、うん、マネジメントメンターですね。マネジメントメンター、はい、メンターです。メンターちょっとハテナがついてしまいましたが。あ、そうです。あのビジネスの世界だとメンターって、まあ、お師匠さんっていうんですかね。指導してくれる人をメンターとかメンタリングっていうものがあったりはするんですけど、やっぱりそう、スキルがやっぱりこう、ね、長い期間いろいろやっていらっしゃいますからね、うん、その経験をやっぱりですね、社会に生かしていかない手はないだろうと。あ、そりゃそうですよね、うん、いうことですね。はいはいはい、はい、なるほど。そうですね、ちなみに三田さんのメンターは私のメンターですか。はい、そうですね、まあ、もしかしたら父かもしれないですね。ああ、一番身近なメンターでしょうね。結局なんか目指している部分がもしかしたらあるのかもしれない、うん、まあ、もちろん正面切って言うことはできないんですけども、うんうんうん、そういうことがあるのかもしれないですね、うんうん、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。とんでもありません。はい、というわけでまずはですね、このコーナーからスタートしていきたいと思います。はいはい、はい、モーリーキャスターのアーリーモーリーニュースからいきたいと思います。はい、モーリーキャスターお願いします。はい、皆さんこんばんは。わー、モーリーこと、サンケビルベルキア森口彦でございます。
今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、一つ目のニュースからいきますか。なんかないですか。あ、なんかないですか。別にいいですけど。なんかあのコーチになったって聞いたけど。あのですね、今年の4月からですね、あの私小学校4年生2年生の、はい、まあ、男の子の父親なんですけれども、はい、まあ、ミニバスケットボールを始めまして、はい、私実は中学生から、はい、大学生まで、はい、バスケット一応やってたんですけども、で、ちょっとまあね、やっぱり自分がやってたことを子供がやるっていうのはやっぱ楽しいので、はい、よく見に行ったりしてですね、はい、やっぱコーチとか興味あるなと思ったんですけど、自ら手を挙げるのはちょっとさすがに忍びないかなと思って、まあまあまあっね、でも本当は手を挙げたかったんですよね。ちょっとずつアピールしてた結果、コーチできますって言うから、でそのあるお母さんから、はいはい、その段、はい、のお母さんから言われて、嬉しいのを隠しながらですね、はい、慎んでお受けいたしますって言ったんですけど、お母さんは普通にあ、はいみたいな感じで軽くボケたんですけど、ちょっと、まあ、そんなのもありましたが、まだまだ見習いで、これが実はそういったスポーツ少年団の指導者になるためには、ちゃんと研修というかですね、講習受けなければいけないので、まだまだ見習いですけれども、まあちょっとですね、それも一つの、まあ、趣味といったら語弊があるかもしれませんが、ライフワークの一つとして頑張っていきたいなと。ますます忙しくなる。ますます忙しくなる。はい、よろしくお願いいたします。はい、ジュベニール白岡という、ミニバスケットボールチームでございます。ちゃんと宣伝、番宣も、はい、よろしくお願いします。宣伝もして、はい、はい、はい。はい、じゃあ行きましょうか。はい、すみません。はい、行きます。はい、はい、では、今月一つ目のニュースです。介護のイメージアップや人材確保に山口県が独自のテレビ番組放映をスタートというニュースからお届けいたします。山口県がですね、9月20日に発表したところによりますと、介護の魅力を発信するためのテレビ番組を、制作してですね、9月21日から来年の、来年2017年の3月29日まで全26回の予定で、テレビ山口にて放映していくとのことです。タイトルはありがとう感謝の手紙届けますとのことです。で、このありがとう感謝の手紙届けますはですね、さまざまな人から寄せられたありがとうを手紙に託して、その手紙を番組レポーターが届けていくというストーリー仕立てで進行していく番組だそうなんですね。山口県に、まあゆかりのあるですね、タレントを幅広い年代層からキャスティングしているようで、例えば AKB48 の下尾美宇さんとか、はあ、皆さんよくご存知の、そうですね、これは知ってます。元プロ野球選手の宮本さん、あ、めっちゃ知ってます。宮本和智さんですね、ジャイアンツの方ですね、はいはい、背番号13番のサウスポンですね。そこまで行くんだ。はい、ですとか、がですね、番組レポーターを務めていくという形になっているそうです。で、山口県はありがとう感謝の手紙届けますの番組放映を通じて、介護という仕事のやりがい、それから魅力を発信して、その理解促進やイメージアップを図っていってですね、将来的に地元の介護サービスを担う人材の確保に役立てていきたいというふうに考えているそうです。放送は毎週水曜日の22時54分間、54分からの5分間ですね、TYS テレビ山口ですが、放映が終わった回に関しては随時、クリエイティブケア山口のウェブサイトから、閲覧できるということですね。興味のある方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうかというニュースになります。なるほど。なんかちょっとなんか聞いた話によると、はい、なんか愛知県の方じゃ、ほうほう、なんか介護職員の写真集作ったって、なんか昔アメリカの方ですごいマッチョな人の、はい、消防士の写真集とかカレンダー作ったら超売れたっていうのと、同じって言ったらちょっと違うあれなんで語弊があるんですけど、まあ、そういった写真集を、まあ、作ったところ、結構なんかそのイメージアップに、愛知の方じゃそうやってると。他にも埼玉なんかではなんかやっぱり給料体系だとか、そのもっとリアルに現実的なところをもっとこう分かりやすく PR をして、で現実の生活をのイメージをしやすくしているのかな、はい、だからそういうことをオープンにすることで、きちんとその今の介護業界どういうふうになってるよとか、こういう形だから生活設計こういうふうに作れるんじゃないかみたいなことを考えていると
いうことは埼玉県ではやってるようですね、まあ、表彰とかねいろいろなんかあるみたいですけどね、うん、結構やはり、まあ介護業界でどうしてもまだまだちょっとこう暗いというかですね、ネガティブなイメージを持たれる方がまだまだ多い中で、こういった形でですね、県を挙げて取り組んでいるというのはすごく素晴らしいと思いますし、うんうん、今三田さんのあったように、うん、愛知県とか埼玉県の取り組みもそうですけれども、うんうん、私がこのニュースを今回伝えたかったのは、うん、この介護ラジオとかなり思いが一緒じゃないかなというところで、なるほどなるほど、うん、ね、古賀さん、そういう思いで始めた番組ですもんね、はい、うん、だからやっぱりこういうことを通じてどんどんこうなんか介護の魅力っていうか、うんうん、まあいいことも悪いことも絶対あるんですよ、うん、だけどそれを受容しながら、でその中でいいところをどんどん伸ばしていけるような、そういったね魅力を伝えられてられればなみたいな、ちょっとそうですね、なのでにゃーみたいな感じで、まあ、なかなかね難しいとは思うんですけれども、うんうん、5年後10年後とかに小学生中学生、今日ね中学生の観覧来ていただける方もいらっしゃいますけれども小学生中学生高校生の将来なりたいものランキング、はい、なりたい職業ランキングに介護士とかが入ってくる時代になれば、あ、いいですよね、我々もですね、うん、こういう番組をやっている会があるなというところで、そうなったらいいなと思いながらね、なるほど、いい番組を作っていければなというふうに思います。なるほど、はいはいはい、では次の、はい、次ですね、はい、はい、ホームヘルパーの、高年齢化、およそ3人に1人が60歳以上にというニュースをお届けいたします。今年8月にですね、公益財団法人、老後労働安定センターが公表したデータによれば、ホームヘルパーのうち60歳以上の人はなんと約 36% と、50歳以上が6割を占めており、超高齢社会が進展するとともに懸念されている老老介護がホームヘルパーの世界でも進んでいるということにですね。でおよそ3人に1人は60歳以上という結果になりますけれども、大都市圏でサービスを展開する大阪市のですね、ある、会社さんによればですね、今年2016年5月に働いた登録型ヘルパー約2100人のうち70歳以上が126人、それから最高齢は男性が80歳、女性が86歳ということなんですね。介護が必要な高齢者を元気なシニアが支援する現状が浮き彫りになった結果となっております。で、多くの訪問介護事業所では、募集をかけても若い人が集まらないと嘆く声も多く出ております。介護保険制度がスタートした2000年にヘルパーになったベテランが仕事を続けているケースが多いため、全体的に高齢化が進んでいるという現状があります。で、またですね、短時間のシフト制であれば、こういったベテランのシニアはですね、まだまだ実力が発揮できるため、こうした働き方の工夫をしている訪問介護事業所も少なくないそうです。元気で知識と経験がある高齢ヘルパーはこれから地域の介護のリーダーとしても期待されており、いわば地域の担い手を育成する場所立場としても期待されているという形でですね、高齢者が元気な高齢者をですね、元気な高齢者が支える時代になってきているというところが、こういった数字でも現れているんじゃないかなというニュースになります。まあ、でも裏を返したら、いくつになっても働けるってことですよね。元気な方がやっぱり増えて、やっぱり働くことができる社会であるということじゃないのかなと思うんですよね。だから高齢の方が増えたということではなくて、まだまだ働ける方がたくさんいらっしゃる。だからそれをどう発掘するかとか、どういうふうにこうなんか社会の中にね、組み込んで、はい、生きがいとか収入の糧とか、そういった部分に入っていけるのかっていうのはすごく大切なことなのかなってやっぱり思いますよね。そうですね。なので、まあ、今回このニュースを取り上げた、まあ、意図としてはですね、まあ、パッと見ちょっとこうネガティブな内容かなと思いながらも、要はアクティブシニアですとか、まあね、本当に元気な高齢者の方もまだまだ活躍できる場所、それからそういった社会にだんだん日本もなってきているという形で、私はすごくポジティブに捉えました。やっぱり年齢は重ねていくけれども、体も、ね、お元気で何か地域のために貢献したいとか、困っている人を助けたいという方は非常に多く
いらっしゃると思いますので、そういった方が活躍できる社会に日本もなってきたのかなということで、私はすごくプラスに捉えています。なるほど、ね、はい、森口さんの会社もそういう会社ですね。そうですね、先月も、ね、そういった話題出ましたけれども、うんうん、私が勤めている、まあ、会社が運営している老人ホームなんかもですね、元気なご入居者が、まあ、ちょっとお元気でないリハビリが必要なご入居者に対して機械を使ったリハビリの先生というか、ご入居者がご入居者の、リハビリの先生になったりっていう形で取り組んでいるケースもですね、あったりするので、それお互いにとっていいことなんですよね。まあ、そうですよね。みんながね、助け合ってね、自分のできることをやっぱりやれる環境があるっていうのをやっぱり増やしていきたいですよね。はい、そうですね。やはりご高齢に年を重ねたという理由だけで社会的役割を喪失してしまうような現状もまだまだ少なくない中で、こういった形でですね、社会の中でしっかりとご自身の役割があるというところはすごくプラスだと私は感じました。なるほど、はい、そうですね。ただ今日のあれですよね、ゲストさんもそういうなんか方たちがこういらして、うん、その通りなんですよ。まあ私これ完全スルーパスです。スルーパス、あとはね、この後にいいつながるこういいパスが出せたかなと。さすがコーチ、さすがやっぱりコーチになると違う。頑張ります。流れが違う。はい、じゃあ毛利キャスター、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また来月。というわけでですね、ここからはゲストのお三方をお呼びして、根掘り葉掘りいろんなお話をお伺いしたいと思いますので、ゲストの皆さんよろしくお願いいたします。改めまして、介護ラジオ、ここからはですね、5人でお送りしていきたいと思います、はいはい、ではご紹介させていただきますね、はい、三田さんのお隣からです、はいはい、佐藤さんです、はい、佐藤です。よろしくお願いします。はい、はい、今日一点、はい、ポピーのような美しさですね。はい、福澤さんよろしくお願いいたします。1万円札の福澤です。よろしくお願いします。奥村さんよろしくお願いいたします。はい、奥村です。よろしくお願いします。ですね、元気な人生の大先輩方にですね、うん、これからの時間はお付き合いいただいて、いろんなお話をさせていただきたいと思います。お三方ともですね、いろいろな活動をされていらっしゃるそうなんですけれども、その活動のですね、きっかけとなったこと、どんなことがあったのかなというのをですね、掘り下げながらお三方の人物像を迫っていきたいと思っております。ではまずは佐藤さんからお伺いできますでしょうか。はい、佐藤さんはですね、はい、足立区の手話サークルですね、そちらを、はい、活動されているのと、サザン爽やかクラブですね、そちらでも活動されていらっしゃいます。そのあたりのですね、活動の内容と一緒に、きっかけというものをお伺いできればと思います。はい、はいはい、出していただいて、はい、私持ちます。はい、私持ちます。手話のサークルの方はですね、はい、もともとこの聴覚の障害を持っている方には、うん、健聴者とは別の文化がどうもありそうだと、うんうん、いうふうなところからですね、実はろう者の方の文化を知りたくて、それで実は足立区でやってるその手話の教室、はい、これ無料なんでぜひおすすめなんですけども。無料なんですか。そうなんですよ。そう、それでそこに、通ってたんですね。でも手話は言語なので、うん、手話だけ覚えても何の意味もない。ですからそのろう者の文化を知るための一つのツールとして、はい、手話を学んだということですね。なるほど。それでろう者の文化を知るためにはこのサークルに入る、その聴覚障害者の方が一緒にいるそのサークルに入って活動するというところに、まあ、行き着いてるよと
いうのがこの1番の方ですね。うんうん、からもう一つは2番目の方はスポーツ服やで、これはですね、まあ、自分の健康を維持しようというのと、実はすごく後でも出てくるんですけど、すごく大事なのは地域内の仲間を作っていく。これはあのキーワードとしてあるのはこの地域内だってことなんですよね、実は。うんうん、まあ、遠隔で友達もたくさんいらっしゃる方、うん、たくさんいると思うんですけども、はい、日常の生活を考えると、うん、この地域の中っていうのが非常にキーワードになると、うんうん、いうことで、あえてここに地域内でっていうふうに書かせてもらったんですね。で、健康と仲間を作ると。でまあ、将来的にはこの1番と2番がドッキングできればいいなというふうには、ね、ね、あの、うん、思ってるんですけども、ね、はい、なんか垣根のない地域っていうことですよね、うん、だからそういう障害のある方もない方も、うん、そうです、あの同じような同じようにこう集えてお話ができたりとか楽しむことができたら一番いいよねっていうところですよね。そう、もうその通りですよ。いいこと言っちゃいましたかいいこと言っちゃいました。いいこと言ってますね。ありがとうございます。あのね、その一言につきますよね。つきちゃいましたか。そうそう、非常にすいません、ありがとうございます。いやいや、まだありますよ。大変をしてもらうというのがですね、実は、はい、あのきっかけなんですけども、今この2つを自分で楽しみながら、ね、やらさせてもらってます。はい、具体的にはどれぐらいの頻度なんですか、そのですね、教室という、はい、あの、はい、手話の学習はある程度日常的な会話が、そんな通訳のレベルを必要としなくて日常的な会話ができればいい程度なんですけど、このサークルは週に1回で集まって、で中であのみんなで、まあ極端なしお茶を飲みながら、いいですよね。だからやっぱりこう授業っていうことじゃなくて、ね、お話をしながら、しながら気楽な形でやった方がね、入りますよね、はい、だからあとはあの通訳士の先生いますから、はい、それで具体的にその手話言語を学ぶという週もあるし、うんうん、あの皆さんでゲームやったりなんかして楽しんだり、それから年に何回かは外に出て、はいはい、あの障害者 の聴覚障害者の方も一緒に、うん、あの外へ出てって、うん、花見をしたり、あそうですか、いいですね、実際触れ合ったりとかっていうこともあるってことですね。そうですね、なんかいろん なんかボランティアのお祭りに参加されたりだとか、あのいろいろね、やっぱり悩みというか、はい、自分のお持ちになっている、うん、だここでちょっとね細かくご紹介はなかなかできないんですけども、うんうんうん、あの自分の、できる範囲のことが本当にここでいいのか、うん、もっともしかしたらできることがあるんじゃないかとか、うん、いろいろなんかこう、うん、ね、お話を聞くといろいろこの悩みがあって、でももしかしたらその手話だけじゃなくて、うん、こう寄り添っていけることが、うん、まあ、もしかしたらその、うん、の一つとして手話があったりだとかっていうことにつながることに、うん、もしかしたら今はあの情熱を傾けている部分も一つあるのかな、ね、それはあの去年ですかね、ボランティア祭りがあって、うん、足立区の、うんね、でそこであのお手伝いに行った時なんかもそうなんですけども、あの指文字っていうのは手話であるんですけどね、はい、で指文字自分、うん、あなたの名前の指文字をまあどうやるんですなんていうコーナーをね、うん、あって教えてるんです、うん、教えたんですけど、まあその時にすごく感動したのは、だいたい私のテーブルの前に座る人は世間話をしてね、うん、ええ、それで、おじいちゃんからおばあちゃんまで世間話、だいたいその世間話付き合ってて、うん、はいはい、でそのうち手話の指文字で、はい、で名前をねこうやるんですよっていうふうに教えたんですけど、その時に一番感動的だったのは、男性の方で高齢の方で、こう指文字の指がね、うん、あんまり上手に動かない、でどうしたのかなと思って、はい、うん、でどうしたんですかって言ったら脳梗塞を患ってて、でもうその時からですね、もうね指文字じゃなくてね、グーチョキパーグーチョキパーでね、グーチョキパーで、それでその男性に、そ
うですかって指文字どうでもいいからグーチョキパーだけ覚えてないってなんかコミュニケーションツールとか別なそうそうそうだから手話だけではないっていうことですよね、きっとね、でもすごいすがすがしい気持ちがあったですけどね、その時はね、まあそんなあの思い出がありましたね。なんか一つ一つのことがね、やっぱりこう手話だけではない、なんかこう思いもやっぱ詰まってる感じですよね、やっぱりね。続いては一万円札の福沢さんですね。はい、福沢さんが所属されてる、ノートレ教室七かまどの会ですけれども、はいはい、じゃあ僕の方で持ちます。はい、私このきっかけはですね、今から10年前になるんですけれども、うん、足立区の事業の一環としてあの高齢者がいっぱいになるので、認知症の人をなくすために脳トレ教室の先生をあの公募で募ったんですね。で候補で募ったんですけど、はいはい、残念ながら誰一人として応募者がなかったそうなんです。そうなんですよ、ね、じゃないですね。それであの区の人が知っている人っていうことで、私の場合はあの息子があの保育園に行ってる時の先生がちょうどその区のその担当になっていて、もしかして福沢さん退職してるんじゃないっていうことで、ぜひやってほしいっていうことで、ちょっと不純のきっかけなんですけど頼まれてやりまして、でその脳トレ教室というのをあのでその前にあのクモンさんからですね、そのこういうふうにやるんですよっていう講習を受けまして、はい、あ、じゃあ全面的になんかこういろんなバックアップがあったっていう、ね、そうですね、もともとあの区がの授業で区が生徒さんも募集しまして、であの始めたというのがきっかけです。で今それがあのこのまま終わってしまうのはもったいないねって集まったサポーターの仲間で続けてまして10年になります。いや10年すごいですね。10年続けるっていうのは本当に大変なことだし、そうですね、やっぱり続ける意義っていうのがだんだん途中長くなってくるとね、はい、見えにくくなってくるんですけど、やっぱりそこをずっと続けてくるっていうのは大変な努力があったんじゃないですか、やっぱり。そうですね、でもあのサポーターも当初からの人と全然変わらなくて、そうなんです、みんなあの同じ中メンバーサポーターの仲間変わらなくて、それさらにすごいですね。でまああのちょっと具合が悪くなってとか亡くなった人もいますけれども、で学習者さんもあの年齢が70歳以上、10年前70歳以上の人だったものですから、10年経ってたらやっぱり何人か、まあ見取ってる人たちもいますけれども、もう悲しい思いをしても、でもあのサポーターも学習者さんもすっごく仲良くやってますんで、今学習者さん43名おります。そんなにいらっしゃるんです。ちなみに一番最初始めた当初っていうのは、はい、どれくらいの生徒さん、はい、たった8人です。生徒さんサポーターもあの8人で1対1の、じゃあマンツーマンの状態から、はい、そこまで、はい、そうです。素晴らしいですね、なんかね、やっぱ続けるすごいですね。そうですね、その秘訣は何なんですか。やっぱりそうですね、あの教室の中では決してあの悪口を言わないっていうふうにあのしたんです。あの他行って悪口を言ってもいいんですけれども入って悪口は言っていいけど、お教室の中では言わない。でただそれ10年続けていくと外でもやっぱり言わなくなります。ご安心ください。なるほど、あの習慣付けですかね。そうですね、人の悪口言っても何もならない、いいことないですよね。いいことなんですかね。はい、なるほど、もうなんか胸に染みますね。なんかちょっと痛い部分なるほど、ありがとうございます、はい、そして最後にお待たせしました奥村さん、はい、奥村さんの活動参加のきっかけですね、はい、私お持ちします、はいはい、私はですね、あの足立区がですね、あの主催しました団塊の世代、我々団塊の世代です、足立区にはですね一応団塊世代に格闘する人が3万人いるそうなんですよ、うん、そういう人たちの力をですね
地区のためにぜひ活躍してほしいってことで、うん、足立区が、3年がかりで講座をやりました。その中から集まったグループがいろんなサークルを作ったんですよ。先ほど、佐藤さんが言ったように、サザン爽やかクラブ、それで、他のグループもいっぱいできました。1年間ずっと講習やってきた仲間同士でですね、まあ、どういう活動をやろうかといろいろ話し合ってですね、地域のために何をやろうか、そういうことで有志が集まった団体がいろいろ足立区でできたんですよ。それでですね、今まで自分たちが培ってきたキャリアを生かしながら地元のために何かできないかと、ということでそのサークルの中でさらに有志でですね、さらにそのネットワーク作りをやりましょうということで、今おがらかネットワークというのは我々10人ぐらいの有志で立ち上げて、3年前に法人化して、NPO にして現在50人ぐらいで活動しているわけです。主な内容はですね、高齢者の、お手伝いということで、どなたでも誰でもね、身近なあのことをね、誰でもできるようにということで、会員を募集しながら今現在活動している状況です。まあ、年々ですね、あの内容も依頼者からの内容も増えまして、非常にまあ幅広く活動できているのが現状です。まあ、我々のメンバーも非常にいいメンバーが集まりましたので、非常に地域からの信頼がありまして、また地域 の包括支援センターとか、社協さんとか の協力もありますので、その辺と連携しながら、また役所の連携もありますので、そういうことで、一緒に活動しています。それで、まあ、お友達、その仲間作りということで、楽しく活動している現在です。皆さん結構年代も、まあ、団塊のデータですからそれなりの年代ですけど、まあ、非常に元気な人が多いんで、まあ、楽しく活動できているのが現状です。うん、はい、そうですね、あのほがらかネットワークさんは、うん、あのちょっと私はまだ使ってあの利用させていただいたことはないんですけど、はい、やっぱりちょっとケアマネさんなんかで、はい、あの私の同じ事業所のケアマネなんかはですね、はい、あの使わせていただいて草取りお願いしたりだとか、はい、まあ、そういった形でやっぱりこうなかなか介護保険で手の届かないところとか、はい、まあ、できないことっていうのをこうお願いしたりとか、そういった形でね、いろいろご活動されていますので、はい、こちらとしても比較的安価な金額で、はい、ね、やっぱりこれすごく大事なこと で、まあ、そこのところもね、ある程度こう金額を抑えることで、まあ、いろんな方に幅広く使っていただけるということではないのかなと思いますね。1時間につき800円はちょっと、いや、もう破格ですね。破格だと思います、本当に。しかも、ね、ちょっと打ち合わせの時に福澤さんがおっしゃってたんですけれども、一度使われた方がリピーターとしてまたお願いされることが多いんですよなんてね、はい、うん、かなりいますね、はい、まあ、年々ですね、利用者さんが増えましてですね、リピーターさんが増えてます、うん、まあ、一度利用されるとそれなりの信頼があるのかわからないですけど、まあ、次も頼むということで、かなりこう継続してですね、長く利用されている方が増えてます。なんかそのうち顔なじみになる方もなんか、はい、そうですね、まあ、いらっしゃるんじゃないでしょうか。この時期になると大体これお願いするんだよね、あの人って。そうです、週に1回2回ね、その利用者さんと、お手伝いしてますし、もう何年もこう続いてね、やってるのも現状ですね。はい、もう本当に仲間作りですよね、もうそうですね、本当にね、おっしゃってるようなあの朗らかなネットワークが構築されてるんだなと、はい、うん、素敵ですね。まだまだ足立区にはいろんな団体があるんですよね、そこともも、っと連携をしながら、うちのね、サークルを増やしていきたいなという目標がありますん で、また他の事業者と連携もどんどん進めていきたいと思います。ありがとうございます。続きましてお三方にですね、質問したいこととしては、大切にしていることということです。まあ、もちろん活動の中で大切にされていることであったりとか、もちろんご自身の人生の中で大切にされていること、いろんなことあると思いますので、ぜひ私ども若輩者にですねぜひちょっとねご指導ここで結婚式なんて思いますので、でもこういう機会ですからね、ぜひぜひですね、はい、なんで今度はこちらからですね、はい、奥村さんからお願いいたします、はい、そうですね、大切にしていることとはね、
温かい町づくりってことですね、だからまあ特に男性は仕事を中心にやってきますと地元の付き合いというのは本当に少ないと思います。まあ、私は幸いですね、少年野球の監督コーチやりました。また地元で外部のチームとかやって結構近所の付き合いはある方なんですけど、まあ、それ以外の方はねほとんど女性が中心ですね。 PTA とかですね、そういうことで、男性同士ももっともっと地域の活動、まあ、町内会ありますけど、町内会見てもちょっと本当の高齢者で実際動ける人はもう婦人部とかね青年部とかいうの女性が多いんで、もっともっとお父さん方もう仕事も終わって一段落したらもっと町会のために地区のために働いてくれと、そういうことを働きかけてね、一緒に仲間作りをしながらいろんなサークルを立ち上げてます、はい。ちなみにちょっと私気になっちゃったんですけど、はい、毎週ソフトボールやってるっておっしゃってましたけど、はい、やってます。ちなみにどれくらい、まあ、何年くらいもう続けてるんですか。いや僕はソフトボールやってもう40年近くなりますね。偶然ですね、私も日曜日ソフトボールやってます、はい、どちらで。いや全然地元の埼玉なんですけど、まあ、まあ私はもうそんなでもないですけど、はい、いやでもやっぱり交流試合をねでも長いですよね、皆さん結構やっぱり、はい、うちのチームもそうですけど30年お世話になってますとか、そういった方ってやっぱり男性でもそう長くやってる方なんかは、やっぱり地域とのつながりが結構あるですよ、ありますよね、やっぱりね。やっぱり共通の趣味あると一番付き合いやすいですよ ね、やっぱり男性だと終わった後の楽しみがありますから、そういうのがねやっぱり長った時それ一番のあれですよね、はい、そうですね、非常に勉強になります。続きまして福澤さんお願いします。はい、私はい、笑顔がすごく大切だと思うんですね、はい、っていうのは第一印象ってすごく大切ですよね、で、笑顔でねニコって笑うと第一印象もいいかなと思うのと、怒った顔怖い顔で優しい声って出ないと思うんですね、で笑顔だと言葉自体も態度も、はい、いいのが出るかなっていう気がするんです。でそしてまあちょっと自分が悪いことなんか過ちしたらすぐごめんなさいって言ってしまえばそれで終わるじゃないですか、後ろにも持っていかないっていうことで、だから、本当はそんなに悪くなくても年配者、自分も年配者なんですけれども、ちょっと失敗したらあごめんなさいねって言うと、なんかあいいのいいのってお互いに思うんでね、この2つを割と若い時から大切にしております。はい、なんか笑顔のところに関してはもう小賀さんなんかもうおっしゃる通りだと思います。でもね、分かっててもごめんなさいが言えない男ってあるじゃないですか。男の人ってごめんなさい言えないの、それいけませんね。ちょっと軽くお叱りを受けるごめんなさい。その通りです。私も、ね、ごめんなさいって言えるように頑張らないといけない。頑張る必要ないのか。そうそうそう、頑張ってはいけない、ね、でもやっぱり構えちゃうしね、やっぱなかなかね素直に言えないっていうのが ね、 そうですね、なかなかねありますよ ね、 ですね。でも本当におっしゃる通りですね、笑顔につける、そしてごめんなさいがすぐに言えるように。三田さん謝ることないですか。大丈夫です。謝ること、とりあえず謝ってくる、ごめんなさい。それでいいんです。とりあえず謝ってきます。なんかどこかに引っかかればいいかなみたいな、そんなところでご勘弁いただければ。ありがとうございます。最後に佐藤さんの大切にしていることをお願いいたします。はいはい、これはどの活動でも同じことを言えると思うんですけど、うんうん、まずは自分が楽しくなければ、要するに続かないし、だから相手も楽しくなければ続かないし、で、いろんな、なんか活動を何しようかなと思うときに自分で最初に決めたのがこれなんですよ。ですから、相手を楽しませて自分が楽しくないのは続かないような気がして、そりゃそうですよね、だから自分が楽しくて相手が楽しければ続くだろうなっていうのがね、だからこれは一番初めに自分が決めたことで、でこれが
日々の活動の中で自分が感じられなければ自分はそれ合わないんだなと。ああ、なるほど。あ、そうですか。うん、でそれをね、うん、無理しちゃいけないから、うん、また変えたらいいと思うんだよね。うんうん、で特にね、感じてたのはボランティアって言葉あるでしょ。はい。でボランティアっていうとなんか人様のね、うん、面倒を見るようなね、はい、イメージで言う方もいるんですけど、うんうん、はい、まあ共に歩む的なね、うん、うん、という発想がやっぱりボランティアで感じられてる人はやっぱり長続きするし楽しくやってるよね。本当にそう。会場からも拍手が湧いてそうね。だからここはすごくね、うん、自分にとっても大事だし、これから活動に入っていく人たちは、うん、なんかこれ参考にしてほしいな。でも確かに本当に自分が楽しめないことを他の方に勧めて楽しめるかっていうと、うん、それは難しいですよね。自分が楽しいから勧めるとか、うん、楽しいからお話しましょうとか、楽しいから笑えるんですよね。自分が笑えないのに人を笑えるかって話ですよね、うん、サラリーマンの時代にね、面白い話があってね、はい、会社に向かってね、俺の給料そんなに安いのにどうしてお客さん喜ばせられるんだって言った人がいて、なんとなくわかるでしょ。なんとなくわかるでしょ。わかります。なんとなくね。わかります。いいでしょ。はい、わかります。自分がやっぱり経済的に潤ってるから、うん、ね、その気持ちがちょっとお客様にもちょっと分けるかなみたいなね、うん、自分がひいひい言ってんのに、うん、そんなことできるわけないよなって社長のいないところで言ってる人いっぱいいるけど、まあそんな感じですよね。うん、なるほどね。なんかこうみんな会場、今日ギャラリーも何かいますけど、うーんってうなずいてるということですかね。そうですね、うん、確かに私は経営者としての立場としても、やはりお客様の満足の前に従業員の満足っていうのがあって、そこから笑顔がこぼれ落ちてお客様の方につながるんだろうなっていうのは思いますね。そうですね。ごめんなさい。なんかちょっと一つ一つの話に全部うなずいてるみたいな。本当にさらさらおっしゃっていただけるけれども、うん、一つ一つが重たいというかですね、やっぱりこう、うん、味わいが踏みしめてきたものがやっぱり、うん、ちょっと私たちはやっぱりちょっと違う。そうですね。思います。はい、では、3つ目の質問、最後の質問ですね。はい、はい、最後にというですね、非常に抽象的な質問をさせていただきました。では、佐藤さんからお願いできますでしょうか。はいはい、一番初めにもお話したんですけど、うん、この地域の中の人の輪に、うん、その入っていくと、うん、で人の輪って単純に言ったらね、はい、北海道から九州まで海外まで、うん、要するにあるかも分かんないけども、うん、やっぱり、介護の方にそのつながっていくような年代、自分としてはこの地域の中がすごく大事だと、うん、だからその人の輪の中に自分を置くと、うん、でこれは結果的にさっきの塩のサークルなんかもそうなんですけども、いつも顔を見せてる例えば高齢の方が突如来なくなるとかね、そうするとそのサークルのやっぱりリーダーはしっかりしててご自宅に確認するんだよね。あ、うん、だからね、うん、そういうことが海外で気持ちがあったってどうすることもできないしね、うん、北海道九州で気持ちがあっても、うん、家の中コンコンってこうね、うん、行くこともなかなか難しいでしょ。だからこの地域っていうのはすごく大事、うん、だからその地域の中にその人の輪の中に自分を置いて、うん、で活動していくと私もすごくやっぱり最近嬉しいなと思うのは、街ですれ違うとね、佐藤さんって声かけてくれる人が増えた。あ、なるほど。有名人。そうそうそう。でそれがねやっぱりすごく嬉しいし、うんうん、だからそれを実感として感じてるから、うん、これから
特に定年リタイアしていく人たちは会社の中では自分の身の置き場所あるんだと思うんですけど、地域の中では自分が意図的にこうやらないと、要するにね、引きこもりみたいな感じになったりするから、ぜひこれは押す。でこの輪はね、私はたまたま手話とスポーツフケアを選んだけど、私は何でもいいと思うのね、そういう人の集まりの中に自分がこう入っていく、それがすごく大事だと思ってんで、これはちょっと力を入れて。ありがとうございます。やっぱり男性は、まあ、私たちもね、私も古賀さんも男性ですけども、今こう仕事をしてるから、確かにおっしゃったように身の置き場がやっぱりある、行き場があるし、仕事絡み の、人たちとたくさん交流があるんだけど、じゃあこれがリタイアした時にじゃあどうなのかっていうと、寂しいよ。でもそこで、その時に会社とか、そう仕事だけではなくて、地域の身の置き場を自分でちゃんと作るっていう、そういう意識を持たないと、結局知らない人同士になってしまう。そうですね。やっぱり顔の見える関係になるためには、やっぱり自分でもやっぱりね、努力していかないと。ちょっと女性と男性は違うので、やっぱり勇気がいるんですけど、入っちゃえばなんかできるはずなんですよね、きっとね。佐藤さん、ありがとうございます。はい、続きまして福澤さんの、はい、最後に、ありがとうございます。ちょっとこれ抽象的なんですけれども、前の佐藤さんが言ったことともうつながってて全く同じなんです。はい、これはですね、やっぱり地域の中で知的障害者も老化者も目の見えない方も健常者もみんな同じ地域の中で一緒にならなくちゃいけないなと思うんですよ。ちょっと変な話、人間も植物も動物もっていうのと同じように、全部が同じ一緒になった足立区の仲間の輪を作らなければいけないっていうふうに思うんですね。で、誰にでも優しい言葉をっていうのは、私たち健常者は特に一番恵まれているので、街で目の見えない方を見たら、そんな怖がらずにすぐちょっと声をかけてあげる。で、ちょっと困っている人がいたらすぐ手助けの声をかけるっていうことを、なかなかしづらいかもしれないんですけど、慣れれば大丈夫です。私みたいに年を取ってくるとずうずしく声でも大概声かけてあげれば、ありがとうっていう方がほとんどです。だから全く同じです。地域の中で足立区の人がみんな一緒に仲良くなりたいですよね。はい、そのために元気に頑張っております。何も言えないです。感極まっちゃう。いやいや、でも本当に、その通りだと思います。まあ一言、声をかける勇気って、かけちゃったら別に相手も、ありがとうね、いいのよ、大丈夫なのよって、そこで終了なんですけど、でも声かけなかったら分かんないんですよね。そうです。だから一歩踏み出す勇気がちょっと必要なのかな。本当にそうです。目の見えない方が、はい、線路に落ちてっていうことがあったじゃないですか。はい、本当にね、ちょっと、まあ、近くにいた人たちが、お声をかけてあげれば済むことなんですよね。はい、だから勇気を持って声をかけてあげてほしいなと思いますし、自分もそうします。ありがとうございます。では最後に奥村さん、お願いします。はい、はい、まあ、皆さん言ってることは大体内容的には一緒だと思うんですね。私も支え合える地域づくりってことで、皆さんがですね、地域に住んでます。今、まあ、地域にいろんな行政のからいろんな人がねいます。民生委員から地域包括の方でも、実際その人たちがですね、本当に地元の人がよく知ってるのか、その活動内容、なかなかまだまだね、行政の宣伝不足があると思います。例えば包括支援センターありますよね、 ずっと足立区に。でも実際やってるのは、包括っていうのはもう子どもから大人から全部
面倒見るのがフォーカスだと思うんですけど、今高齢者ごく一部の高齢者にしかその部分が回ってません、うん、もっともっと地域全体を見てもらいたいと、ね、そうすればもっともっと地域が密着できるんじゃないかと、そういうようなあれ非常にありますんで、我々もそういうのを行政にぶつけてですね、いろいろそういう活動をしていきたいと思います。それまあ今本当に高齢者が元気ですから、まあ高齢者が子どもの面倒をずいぶん見れるわけですね。まだ放課後教室とかやってますけど、まだまだ、いろんな民間の業者も、まあ、こちらにいる方もいろんな、ね、業者やってますけど、まだまだいっぱいいっぱい皆さんがね力が余ってる人がおります。そういう人たちをねなんとかうまくマッチングできるように、することもね非常に大事じゃないかと、そういうことも思っております。本当になんかこう地域包括ケアシステムをあの分かりやすく多分お話ししていただいているような気がします。結局私たちあの今行政が目指していることとか、あの顔の見える関係とかっていうのは本当に皆さんが今お話ししていただいたことそのままだと思うんですよね。もうそれを体現していただいてる感じがいや本当になんかあの、はい、私たちは行政からこういうふうにしなきゃとかこういうふうにしていこうっていう部分と、まあ、私たちと思うところもありますけども、でも皆さんの場合はこう自分ご自身 の思いだとかそういった部分が結果そういう形になってると、仲間作りだったり地域の中の支え合いだったりとか、もっと声をかけようよみたいな、それがまさしく本当に地域包括ケアシステムだと、本当にそうですね。で我々行政から縛りがないですから何でもできちゃうんですよ。そうなんですね。だからね、なるほど、そうですね、別に、ね、行政から圧力あるわけじゃないし、ね、地元 その業者から圧力あるわけじゃない。自分たちがやっぱりやりたいことを優先にやはりやっていくことが非常にね楽しいこともあります。そういうことでね、はい、本当に生き生きとしたお三方に、ね、お招き来ていただいてすごく楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ではありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。ね、本当に佐藤さん、福澤さん、奥村さんをですねゲストに迎えまして、はい、お話伺ってきたんですけれども、はい、いやよかったですね皆さん。いや教科書でしょ。いや教科書に載ってること、まあ教科書に載ってることっていうか、うん、やっぱり教科書で、まあ、載ってることがそのまま皆さん、うん、今のライフワークになってる、そうですね、のかなみたいな、うん、本当に、うん、なんかその先ほどおっしゃっていただいた地域包括ケアシステムであったりとか、うん、多様性を認めるようなダイバーシティであったりとか、そういった難しい言葉ではなくって、うん、それを当たり前に生活の中で行っているっていうところで、しかも、うんうん、それを楽しまれてやられてるっていうところが、うん、楽しんでることがやっぱり一番ですよ、うんうん、なんかやっぱりね、はい、佐藤さんもおっしゃってましたけど、うんうん、やっぱ楽しむことが一番だろうと、はい、そうですね、楽しまなきゃ続かないよねっていう話されてましたけどね、うんうん、あとはね、佐藤さんは物事を選ぶときに自分でも目的を明確にして選ばれてるところがあると思うんですね。そうですね。お三方お三方の楽しみ方っていうのがしっかりあって、うんうんうん、楽しむところのうまさというか、そうですね、そこもすごく感じましたね、うん、でやっぱり自分が思ってることとか、うん、そういったことを実際行動にやっぱり移す行動力があるんですよ、うん、やっぱり。そうですね、ちょっとね、私見習わなきゃいけないんだっていうところがやっぱり多々あります。やっぱり、そうです、ね、はい、ありがとうございます。ではですね、最後に告知コーナーをやりたいと思います。はい、はい、まず三田さんからですね、はい、はい、ロボットですね、はい、はい、ですね、ロボット、はい、ロボット出しはできませんけれども、綾瀬駅から徒歩3分、東京未来大学福祉保育専門学校、今度ですね、もう一回最初からやりましょう。はい、ちょっと椎野さんのようにあの綺麗には言えませんけども、綾瀬駅から徒歩3分、はい、東京未来大学福祉保育専門学校、はい、ありがとうございます、はい、平成28年11月29日土曜日、
介護ロボットを体験してみませんかということで10時から12時、高校生向け、それから13時から15時30分、入退場無料ですが一般の方、中学生、事業所向けということで、体験がありますね。でこれ何の体験かっていうと、はい、今最近今日も福祉店ありましたけど、やっぱり今ニュースでもよくありますけども、介護用のロボットですとか補助とかいろいろありますよね。そういったものが体験できる、ちょっと今日ちょっと見えるかな、これ、こんな感じで、あります。タロちゃんもいるんですね。タロちゃんは癒し系のロボットなんですけども、うんうん、なんか反応するんですよね。なんかね、なんかミュウミュウ言ったりするみたいですね。ごめんなさい、ちょっとミュウミュウ言ったりするんですね。ミュウミュウ言ったりするみたいです。あ、じゃあ三田さんと一緒ですね。いや、私はミュウミュウたまに言いますけど。でもやっぱりこういったロボットが活躍することで、やっぱり介護の業界の負担とか、うん、ケアワーカーさんたちの負担がやっぱり軽減、あとこれ介護だけではなくて、やっぱり重いものを動かしたりとか運んだりする労働、そういった労働に携わっている方なんかもね、補助にもなるということなの です、ね、やっぱりこう介護だけじゃなくて、はい、やっぱりこう体を壊さずにね、うん、長く仕事を続けるためのこういったものっていうのは、体験することとても大事なのかな。機会があればぜひぜひこう行っていただきたい。ロボットだけに機械、うん、あ、うまい。え、自分今、いやもう全然気づかない。これ無料ですし、日々。あ、無料なんですね。無料です。はい。204号室でやってますので、ね。204号室なんですね。はい。はい、来月ですね、11月の19日の土曜日。はい。はい、時間がですね、高校生向けが、10時から12時、ね、午前中ですね、はい。はい。午後ですね、1時から3時半に関しては一般の方向けで。やっているということで、ここに椎野先生はいらっしゃるんですか。はい、はい、椎野先生もそこで、はい、機会をいろいろ紹介してくださるということですのでね、はい、のね、楽しみですね。はい、東京未来大学福祉保育専門学校です、はい、綾瀬駅から徒歩3分でございますね、はいはい、なのでぜひぜひ、これは事前の申し込みとかは必要ないんですか。大丈夫ですか。あ、じゃあ自由に来ていただいて大丈夫だということですので、はい、もし興味があれば、はいはい、ぜひぜひ行っていただきたいと、行っていただきたいと思いますね、思います、はいはいはい、というわけで今回も無事終わりましたけれども、三田さんどうでしたか。いやいやいや、もう本当に、ね、人生の先輩方をですね、うん、目の前にして、はい、非常にやっぱりこうあーって思うことをまんま言ってくれましたよね。そうですね。でそれをやっぱり自分も、うん、これからの業務に生かしていきたい、うん、ちょっとなんかおかしいですかね。全然おかしくないですよ。本当にね、当たり前のことって当たり前ってバカにしちゃいけなくって、いや、そうなんですよ。やっぱり当たり前に笑顔でいることであったり、うんうん、ありがとうっていうことであったり、はい、楽しいってことだったり、ね、ごめんなさいっていうことだったり、うん、そういうことを大切に、うんうん、時を重ねていくっていうことが、ね、人生を美しくしていくんだなっていうのをすごく言葉にね、うん、やっぱりどんどん乗せていかなきゃいけないですよ ですね、はい、言葉がやっぱり最初ですからね。そうです。もちろんイメージも、まあ、最初の、ね、第一印象もあるでしょうけど、はい、そこで、ね、声かけないと何にも意味ない、うん、ないですからね。そうですね、はい、はい、最後に言葉に乗せてください。まあでもあれですね、ここの番組の中で、落語をやるであったりとかいろんなお話したけど、今度は手話もね、ぜひ三田さんに。すいません、なんか課題ばっかり増えてもうお腹いっぱいで。ごめんなさい。はい、お願いします。はい、で次回はですね、はい、どんな番組をしようかというと、なんとですね、はいはい、平さんが企画を持ち込んでくださいまして、はいはい、次回はですね、訪問入浴です。あ、はい、あ、確かに訪問入浴って、うん、聞いたことあるけど、はい、実際どうなの。いや、来てくれて、お家になんか来てくれてお風呂入れてくれるんでしょ、はい、っていうぐらいしかわからない方多いですよ ね、 そ う、 すね、うん、そうなんですよ。もうね、寒くなってきたからちょっとあったかいね、うんうん、お風呂の話を聞きたいなと、いいと思います、思っております、はいはい、今からすごくね緊張してるみたいです、平さん。なんでまた来月もお付き合いいただければと思いますので、はい、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと時間余っちゃいましたね。余っちゃいましたね。
ちょっとですけどね。いやいやいや、いいっすよ。